来て。お、俺めっちゃ切れてるぞ。皆さんお邪魔します。ねえ、よいしょ、イエーイ、よいしょ。はい、もう始まってますね。早速、自己紹介を。はい、はい、じゃあ僕からいいですか。いや、僕しかいない。そう、今日から、新人ホストが。よ、誰、はい、誰、新人ホストが売れるまで、誰ですか、誰ですか、はい、出させてもらいます。シュプリームの伊沢です。よいしょ、よいしょ、イエーイ。お前圧倒されてる。せー、土曜日にいないテンション来たじゃん。よいしょ、もうあと任せたって。ヤッソめっちゃ人気あるじゃないですか。すごい。テンションやばいね。すごいね。全然もう4時からこのテンション。すごい、おはよう。緊張します、すごく。シラフ、シラフだよね。あ、さっきこれ飲み始めました。飲んだのね。はい、若干ちょっと一杯。すごいね、飛ばすね。こっちに置いた。一杯やりました。サンシャインだ。サンシャインだね。これ、なんかどういう、どんな感じでやるんですか、これは。もう、基本フリーダムで、フリーダムで、なんか話題決めたりとか、はい、決めたりとか。おお、ほん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 、なんでも自由に。だから、おーおーおー、簡単に言えば、もう30分伊沢さんにも使っていただいても。え、いいの。全然いいよ。いいの、アピールする場所だから。はい、そう、自由に使っていただいて。とりあえず、じゃあちょっと聞きたい、いろいろ。はい、じゃあ、じゃあそうですね、最近の話題となると、最近の話題。あの、あれですよ、ちょうど今日、今日、はい、大震災がから6年っていうニュースが、そうだね、311、はい、ありまして、で、じじいじゃねえわ。俺は否定しないわ。はい、あれ僕岩手出身なんですよ。それで、それでまあちょうどまあ6年経ったってことで、はい、あの時何してました、あのタイムリー6年前。僕は、まあ、何か、僕はその時ブランドボーイやってて、はい、あの3時前でしたね、確か。うん、お昼ちょっと過ぎた。4時出勤で、出勤しようかなって準備した時に、うん、めっちゃ揺れ始めて、やばみたいな。その時にあの大丈夫かなみたいな感じで急いで、うんうん、何もないめちゃめちゃ広い駐車場に、うん、当時どこにいたんですか。当時その時は、どこだっけあれ、関西、川崎、川崎、川崎、だいぶこっちに来てたね。ニコタマ、ニコタマで、そう、で、うんうん、で、なんか駅行ったら駅の人が、うん、河原の方に行ってくださいみたいな。いや、危ないでしょ、ね、あれ危なくないみたいな。逆に河原なんだ。河原危なくないみたいな。おお、仕事して帰ったんだけど。おおおおおおおいや、でもやばかったよ、その時。やばかったっすよね。あれはただごとじゃないと。すごいよね、初めて案内の経験した。どこを揺らしてたんですか、ヤス君は。これ家にいた。腰ですか。千葉、千葉。ああ。千葉も結構揺れたんじゃない。ああ。全然普通だったけどね。でも東京でマジ5ぐらい、震度5ぐらい。東京で。千葉県。あ、まだホストやられてなかったんです。ホストやったのはね。あ、6年前。新人ホストの企画だからね、これ。確かに。6年出ない。6年のやつやってたらおかしい話ですよね。すごい。そんな感じ、そうですね。そう、自己紹介していこうよ。はい、おいくつなんですか。いや、ね、僕結構年なんですよね。28っす、僕。今年、今年は29になるんですよ。お、俺とダメじゃん。やばくないですか。土曜枠やばくない。土曜枠やばくない。やべえ、土曜枠。待って待って、俺ジジイじゃないから。俺はジジイじゃないから。ダメと思えない、この人がさ。やばいね。受ける。やべえ、これはちょっと仲良くできそうですね。ため感ないよね、全然。すごい両手だ、両手だ、すごいね。すごいね。今まで何してたんですか。あ、僕ボーイですね。もう一緒の、もう本当の去年も、去年まで歌舞伎で。歌舞伎ですね。そうなんですか。思い切ったんだ。いや、思い切って。どういった経緯で。いや、もう楽しいかな、楽しそうだなと思って見てたんで、ホスト。楽しいなって。実際どうですか、実際。実際楽しいっすね。え、初めてどれくらいですか。
僕は今年からですね、1月からガチの新人、最近じゃん、まあ、全然もう何も、うん、どうする、サクッと卒業されちゃったら、うん、したらやめるよね、なんかガチはねえよな、全然本当に分かんないんで、いやただね、カズマ君、ミヤス君も、あ、でももうそろそろ半年になるもんね、これ、そうだね、うん、来月ぐらいで半年になる、うん、あ、目標はとかありますよ。そう、何目標、目標、いやー、僕はとりあえずナンバーワンですかね、はい、目指すわよ、素晴らしい男なら、僕ナンバーワンにちょっとやっぱりなりたいんで、もう、ことだ、酔っぱホストやったからには、はい、じゃあここで顔打って、ナンバーワン目指してもらって、お願いしますお願いしますって、頑張ります、はい、これ見てる姫様が、いやでもこのテンションいいね、素晴らしいと思う、マジっすか、今までなかったからですね、うん、みんななんか、まあ、まあ早いっすもんね、そう、もうお酒入ってからは違うんだけど、やっぱり、うん、もうそうっすね、どういうことやカズマ、私のナンバーツール、どういうことや、いいじゃないですか、何してくれよ、もうちょっとですよ、もうちょっと、もうちょっとで、お、2番手なのに、うん、久々に俺これディスられる回か、うん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 、これ出なくなっちゃったんだね、 ID、 確かに、分かんない、え、出てますよ、そこに、違う、コメントしてくれるこの ID が前見れてた、でも徹底的に俺をディスってくる子がいて、面白かったんだよね、うんうんうん、それ、もう打てば分かんないんだよ、お前なんやねんっつっていけるじゃないですか、またお前かみたいなね、すぐ遊んでたの、その子、うん、誰がコメントしてるかすぐ分かるみたいな、うん、実際に誰かわかんないけど、同じ人だなって言うみたいな、へぇ、ズラじゃないから、確かにズラっぽいよね、これここが黒いんだよ、あ、そこは確かに、ここがいいから、ちょっと僕の確かに、え、うん、ズラじゃないっすよね、ズラじゃないね、髪の量が多いからめっちゃ長いよねめっちゃ後ろとかやばいもん、すごいよ、めっちゃね、今日モリモリだな、うん、お会い歴何年ですか、そんなの嫌だよ、恥ずかしくて言えないよそこ何の話、そんな嫌だよ、後でね、後で、あ、来てくれたの、来週、再来週あたり、うん、あ、来てくれたら、そうだ、LINE すればいいんだよ、聞きたかったんで、あ、そうだよ、LINE ください、 LINE してあげて、はい、 LINE、 うん、それちょっとこんな堂々と言えないんで、堂々とっていうか、まあ恥ずかしいんでね、そんなに恥ずかしいよ、そんなに、うん、おー、LINE するって、あ、いいな、素晴らしい、いいな、本当に全然来ないんだよね、うん、来た試しがね、うん、一回もないんですか、ニコ生見ましたって言って送ってくれた人はあるんだけど、うん、LINE はないね、 LINE はない、お、そうなんだ、ニコ生見て LINE しました、あ、でもただこれ見てくれて、うん、来てくれる、それはたまに、ほう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 、うん、俺は今んとこなし、あれあらあれ、やすくん結構なんかミクシー、ミクシーだ、懐かしくない、ミクシー懐かしい、ミクシーって結構もう10年以上前の、もう我々世代だよね、我々世代ガッツリね、ガッツリミクシー、うん、コミュニティとかね、日記とか書いてた、俺俺あれだったらデコログ派だったの、何それ、デコログ、知らない、デコログ知らないの、知らない、全然わからない、ついていけないけど、はい、デコログって何なんですか、何すんのそれ、何だろう、何だろう、あのガラケー時代の時の、うん、なんかブログ書くサイトみたいなやつ、へえ、全力プロフィールじゃなくて、あー、なんだろう、一緒にやってた、デコログのやつに全力のやつ、ID なんか貼っててみたいな、へえ、そう、全力 V あったよね、カズマくん何歳なんですか、今25です、おお、じゃあ、はい、あんまなんか俺らと、まあまあね、全然、でもこの間までね、20歳の子がいたんだよね、うん、そうそうそう、2回ぐらいで、20歳の子やばいよね、やばい、どうでした、ジェネレーションギャップ何何でもできるね、人前で違いっすもんね、ねえ、そうだね、ジジイじゃねえよ、確かにてかね、ジジイじゃないからね、ジジイじゃねえ、まだ俺らは まだね、ピチピチの気持ちはね、ね、すごい置いてのこの新人感のなさ、うん、25、28、28もうなんか、セットしたらこんなにないないもんね、っていうか、ホストじゃなくてもめちゃめちゃまったりしてるもんね、ホストじゃなくても新人じゃないよね、もう年的には全然年的にはもうそこそこ結構きついよ、そこそこ普通にどこ行っても大体中堅だよ
よー、すごい面白いですね。くすらいじゃってるもんね、もう。人生の新人でもない。そうだよ、そうだよ、中堅だよ。あの、優しいっすね、皆さん。なんかもっとガンガン来るんだと思ってるんですけど、今日は、わりかし皆さんいい方だ。でも今日すごいね、更新率早い。うん、伊藤君のテンションにみんなが勢いがね、勢いがある人が来てくれたんで、マジで、うん、すごい嬉しいな、それ。好きな女性のタイプは、好きな女性のタイプ、僕結構こう見えて、はい、結構テンションの上がり下がりがこう激しいっていうか、はいはい、ねえ、なんかなんで、テンション低い時に元気くれる、だから元気な女の子がいいですね。ちなみに今はどっち？僕テンション高いです。今高い方で、高い方で、今低い方で、ついていけなくなっちゃうもん、伸びしろがある。うん、そうなんですよね。ジェットコースター系男子かもしんないっすね、あんまり。今サンシャイン状態。これ酒飲んだらもっと上がる。まだ酒飲んだらもうずっ、いや結構あんまり、あ、伸びしろはそんなでもない、伸びしろそんなでもないですね。だから普段喋る人が酒飲んだらなんか逆におとなしくなるみたいな。昔は結構やばかったですけどね、だろうね、ガーってなって、ね、今ちょっともう本当にこのお薬決めてますかっていう、もう本当にこんな感じでよく言われてました。あ、決まってんじゃないの、あの決まってんじゃないのって。うん、羨ましいよ。うん、お薬決めてるんです、決めて、清原じゃないです、僕は清原状態。はい、清原、ガン決まり、ガン決まりホスト清原状態、キヨル、4時から日が高いうちからもう決まってたらね、すぐ。ちなみに今日何時起き？ああ、僕結構早起き、清原さん、おはようございます。俺結構早かったっすよ、2時くらいにもう起きて。早起きなんだね。飯食ってましたね。へ、ほんと朝ごはん食えないんだよ。うん、俺も仕事前は基本食わない。食わないで、そのまま酒飲んで大丈夫なんですか？なんかパン半分とか。うん、酔っ払うとさ、とんでもない量食っちゃうから俺。ああ、分かる分かる分かる。だから飲む前に食べて、うん、もう結局終わった後、酔っ払ってたら食っちゃうから、そうするととてつもなく太るんだよね。ああ確かに、ほんと太る、マジ太る。太っちゃいますね。仕事始めて俺10キロ太った、マジ。マジ本当に10はやばい、一瞬だった、ね、やばいね。1ヶ月半ぐらいで10キロ太ったもん。ほんと太る。でも太りやすくなっちゃう。太る、まあそうっすよね、酒飲んでますからね。代謝がね、昔と違うからね。うん、そう、うん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 、じじいじゃねえわ。じじいじゃねえわ。お店でお茶飲まないよ。お酒好きっすか？お酒好きっすか？お酒は好きだけど、うん、うん、うん、程よく、程よく、あまり、なんだろうな、うん、一番好きな飲み方はまあ楽しみながら飲むのが好きなんだけど、うん、別に一気してもいいし、うん、うん、一番お酒の好きな、に一番好きなお酒な、に大丈夫。好きなお酒ね、好きなお酒、うん、え、シャンパンでしょ。かっこいい、かっこいい。そんなの決まってるでしょ、何言ってんの。シャンパンだよ、シャンパン飲みに歌舞伎町来てるようなもんですけどね。素晴らしい。本当は、本当は、本当そうっすよ、シャンパン飲みに。本当短麗とか、短麗も好きですけど、まあ、シャンパン、短麗は自分で飲めますからね、普通にコンビニか、コンビニ行ってね、コンビニ行って買えば飲めますけど、シャンパンはね、なかなか飲ましてもらえないんで、いや、それシャンパン飲んだことめっちゃディスる。面白い。とりあえず CM 行きます。どうも、どうも先輩。なんだ、どうしても売りたいんです。でも、なかなかうまくいかなくて。お前ら、ロミジュリのシステム知ってるか？だから、頑張れば売れるんだ。絶対売れます。一生ついてきます。お前らやっぱりロミジュリだな。
くなりそうだもん。あ、もうこれスタートしてますいやちょっと一人になっちゃいました。これダメだね、寂しい、ダメだね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 、寂しいっすね、ダメだね、ちょっと急に止まったね一人一人はちょっとまだ一人、そうっすね、急におぉ、いやなんで地蔵って言われてるんですか、なんだろうね、うん、なんで拝まないと、うん、帰ってくんだ、仕事だわ、うん、いやすごいっすね、なんかも、でも本当なんかもっとガー来るもんだと思ってたんですけど、うん、うんうん、やっぱり我々新人なんで、うん、うんうん、なんかやる気出せよみたいな、なんかもっとそう活が来るんじゃないかなと思ってたんですけど、時代かな、うん、もうあの S 字は確かにね、うん、うん、すごくね、多分あと、うん、昼間っていうか夕方だから、うんうん、あ、今起きてる人たちはわりかしちょっといい人たちが、そうそうそう、夜だったり多分、まあね、時間帯は確かに、時間帯もあるから、1時半とかの枠やばそうだよ、やばいただの喧嘩だここで喧嘩したら面白いっすうるせえやっつって、うるせえブスだね、なあっつって、そう、いや、磯はなんでホストになったのかと、もうお金欲しいから決まってんだろ、あれ違うかいや、まあ、それがなきゃやってらんないお金欲しいでしょ、普通に金欲しいよ、お金持って、うん、いい女、まあ、いい女も、お金いくら欲しいの、いくら、あ、300万くらい欲しいっすね、今結構低め、低め、結構低め今300万結構、うん、僕の中でとりあえず欲しいっすね。その300で何するとかある？300やったら、まあ、まずいろいろ、いろいろありますよ、車買ったりできるじゃないですか300万円で買える車ってのは微妙じゃない、うんうん、あ、でもなんか嬉しいっすね、なんかその300だったらすぐ稼げそうだけどとか、そういうのってなんか勇気もらえますわ、うん、そう、あ、いい男なら300出すよ、お金持ってるお金使うは違うからね、そう、あ、すごい、なんか励まして、そう、優しいね、逆に、フィットフルカスタムくらい、フィットフルカスタム、確かにいけそうだね、じゃあもっと稼もうかな、うん、これやっぱあの子だよね、この俺の俺への手すり方あ、もう大体お帰りだね、大体わかります、久々だね、何、何かわかんないけど、お帰りね、すごい懐かしい感じ、懐かしい感じ、そう、嫌いじゃないよ、ヤスの年収220万って言って、ま、言われてますよ、フリーターやね、月収じゃいくら、うん、3人は毎月いくら稼いだら売れっ子ホストだと思います、売れっ子、売れっ子、毎月、俺はなんか300万じゃないですか、やっぱり毎月300万、なんだろうな、総理1000万とか、ね、うん、総理1000万、毎月300は相当すごいんじゃない、うん、うん、毎月300万だったら本当に売れっ子でしょ、だって、うん、毎月300やっぱり、もらえたら給料で300だったらすごい、うん、すごいね、すごい方、売上でも、まあでも売上でも相当すごいっすよね、うん、いやーすごいね、わあ売りたいな、うん、すごい売れっ子だな、ここにはいないよね、間違いない、間違いないね、まあね、うん、軌道に乗ってきたらいいけど、うん、うん、どうすか、どうすか、やる気したいよね、まあ、ジムタ次第の部分やっぱりあります、うん、うん、まあ、売れなきゃいけんじゃない、そう、カズマさん聞いちゃいけないよ、いけないよ、うん、最近ちょっとやばいんで、うん、どうすか、最近調子はやばいんで、ガタ落ちなんで、あー、うん、微妙だなリアルに引っかかっちゃった、24ではない、うん、どうすか最近、安さんはどうですか、最近低迷期だ、うーん、最近じゃないのよ、しばらく半年ぐらい低迷してるよ、ナンバーとか入ったことあります、ナンバー、うちはその、うん、人数の関係でナンバー入るまでしかないんだけど、うん、最高6までは行ったことある、おお、表記されてないだけで、ホストハウスには
イストリー電だけで、うんうん、まで行ったことあるけど、うんうん、難しいねやっぱ、うん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 、うん、なるほどなるほど。確かこの企画5入ったら卒業ですよね。そう、卒業。あ、なるほど。そうだけどポットで、ね、5以上上がって、うん、ケイちゃんがちょっと寂しいじゃんみたいな。確かにね、うん、確かにポット出て300は300じゃない300で固執しすぎやろ。ポットで5 そう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 いますかんね。でもね、そうそう、結構歌舞伎町でもいるから、どこの差はでかいよね。うん、壁が厚い、そこの争い起きるからね。やっぱ5入るとボトス乗るし、うん、そうっすね、この差はやっぱり意識してるからね、タイミングとかいろいろあったら、うん、やっぱシミビの争いを勝ってこその5以上かなって。うん、安定してね、やっぱ行くのがいいんじゃないかな。そうっすよね、うん、なんか運とかでやっぱりこう一発屋みたいな感じのね。一発屋、まあ運もあるよね。それでも嬉しいっすけどね。それでもいいんすけどね、まあ、一発屋でポンでやってもいいんすけど、300って何回か入れるよ、まあ、よっぽどのとこじゃない限り。そうっすよね、うん、いや300ったらもう入れますね。うん。安田指名日関係ないよ、ね。いやそれが昔はあったんだって。そういう熾烈な争いしてた時期もね。うん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 。今どうですか今。今はね。うん。今はもっと。楽しく座ってる最近。なんかここにネオハローも。変だね。緊張感みたいなない。よしみたいな。やめかんね。今月終わったみたいな。ああああああ。なるほどなるほど。戦いたいっすよね、あのなんかその時は楽しかったよ。ゾクゾクした感じ欲しいっすよね。数千円差で買うから、本当に1000円で買うからね。戦いたいね。夢見てない現実ね。そういう時もあったら戦いたい系。いや窓際窓際窓際、いや絶対戦いたいっしょ。もうやっぱこうラストオーダー終わってこうなんか金額低いところからこうコールが始まっていくから自分の曲いつ流れんだろうみたいな超ドキドキ。でかいの最後に来るから、そう、その戦ってるやつと自分と先に流れた方がまあ言ってしまえば負けだから、あの瞬間はね楽しかった。おいでやられたらもうっていう話ですよね。ナンバーワンツーは全然違う。その通り。確かにね、まあ男だったら一番じゃないと納得しないですよね。もうホストの魅力とは、これはもうお金でしょ。もう何それは、うん、してる側され、うん、来る側、うん、ホストの魅力、俺らがしてる側。ああそっか、それによるよね。いや、まあ、俺ら に、うん、にとっての魅力じゃん。こっち側、働く側、うん、働く側。あ、じゃあ俺ら、まあなんだろうね、うん、毎日毎日刺激があることじゃない。なんとなく過ごしてる一日はないな。何も持ってないやつがなんか地位とかね、お金とか手に入れる仕事かなって。学歴とかね、ないね。確かにそうですね。やっぱり実力でいけるっていうのは、だ結構そういうところで人見る人いるじゃないですか。なんか。どこ大卒業とか資格何持ってるとか、まあ、そういうのじゃなくて、まあ、しっかり何ができんのっていうところをこう見てくれる。それが結果に出るっていうのが、まあ、すぐ反映されるから、うん、それ面白いですよね。なんかホストしてて一番嫌だったことは、うん、逆に嫌だったこと、嫌だったこと、まだそんなないよね。1月から始めたじゃない。確かにそうっすね、うん、僕はね。ああそうっすね、僕は何だろう、別にないんだよ。別にこの仕事全然なんか嫌だみたいなないよ。俺もないかな。嫌だな。今やってる、今まではいろいろやってきたけど一番楽しい、楽しいけど、まあ、やりがいがあるのかな。うん、なんだろう、嫌だったこと。嫌だったことな、今のところは。また板客、板客、板客もないですね。初回だっているから。初回やべえやつ来たなみたいな。そうっすね。なんかこう話してシカトされんの一番きつくないですか。あ、もうザラよ。まあそれはね、しゃあないよ。そんなザラよ。なんかもうそれはなんかうってなりますね。でも、なかなか慣れないですよね。慣れるしかない。ひたすら喋り続けるとか。
ヤスさんのヤスさんのヘルプやばいんすか。どうやばいの逆に教えて、どうやばいのかが気になるわ。やばいヘルプ、いい意味で、いい意味で言ってるじゃないですか。いい意味、逆に気になるよ、やばいヘルプ、やばいヘルプやばそもいろいろあるからね。やばいヘルプ、まあ、おのおの思う人はいるんじゃないですかね。とって、こいつやべえなみたいな、やばいくらい仕事できるヘルプ。こすいってないの、どういうことヘルプとしてこすいってないの。ヤスさんタイム始まりましたよ、これすごいよね。尊敬するよ。こすい、いやまあこう結構 ほぼほぼディスられること多いじゃないですか、新人は特に。この切り返しっすよね、まあ、ディスられた方がね、どう切り返せるかってところで、どうでもいいといじんないからね、そこで次のステップいけるかどうか。そうそうそう、次のステップかっこいいね、決まるっていうか乗り越えなきゃいけないところだと思うんですよね。かっこいいね。いや褒めないでください。いや本当本当勉強になります。褒めないでください。人生先輩なんで、ありがとうございます。いや全然もう本当、つうかもう終わっちゃいますね。じゃあ最後に、はい、あと残り10秒ぐらいかな。はい、はい、今日から、お世話になります、シュプリミスターです。みんなで目指せナンバー5、目標で頑張りますんで、よろしくお願いします。よいしょ、よいしょ、来週。